一致は夫と同じ職場で知り合い、結婚。幸せな結婚生活を送っていたはずだった。残業続きの夫に、差し入れをしようとした一致。しかしその行為は、一致夫婦を離婚へと導くきっかけとなった。会議室で、職場の同僚と浮気行為をする夫を目にしてしまい、衝撃を受ける一致。さらに浮気だけではなく、二人は一致の陰口まで叩く始末。ブチギレた一致はある人物に協力を仰ぎ、夫と夫の浮気相手を公開処刑することにした。残業中の夫に差し入れすると悲鳴が聞こえた。速攻警備員を呼んだ結果。数年前の話だけど、人生最大の修羅場と言っても過言ではない出来事があった。え？なになに？気になる。残業してる夫に差し入れ届けに行ったら、会議室で女性と盛り上がってたんだ。職場でやるとか本当にやるんか、スペック頼む。当時、私28歳、夫30歳。夫は結構男前で明るい性格で社内でも人気。結婚2年目だった。夫とは社内恋愛からの結婚。部署は違うけど同じ会社に勤務してた。職種的に私より残業が多い夫。私はあまり残業はなかったのだが、夫は毎日のように残業で。毎日こんなに残業させられるなんて、ブラック企業だよ。と、よく愚痴っていた。だから、たまには差し入れでも、持っていこうかなと思って、鼻歌混じりで部署を訪問したんだ。夫が会議室の予約入れてたのは知ってたから、席に置いて帰るつもりだった。向かう途中で一瞬だけど、会議室の前を通った時に、喘ぎ声みたいなのが聞こえて、まさかね、と思いながら聞き耳を立てたら、英子ちゃん。と、女性の名前を呼ぶ、夫の声が聞こえたような気がした。そのまま隠れて聞いてたんだけど、ところどころしかわからなくて、5分くらい経ってから、夫と夫の同僚の英子が仲良さそうに出てきた。でも恋人みたいにベタベタしてるわけじゃなくて、仲がいい同僚って感じで、夫の浮気を信じたくなかった私は、二人に声をかけることができなかった。それによく考えたら、ただ単に、英子の名前を呼んだだけって可能性もあるから、その日はそのまま帰ったんだ。夫に渡す予定だった差し入れは、次の日の私の昼ご飯になった。ただ、一回疑い始めると、なかなか元に戻れないものだよね。浮気の真相が気になって、どこかの会議室に夫の予約が入ってないか、チェックする癖がついた。そしたら翌週の同じ曜日同じ時間に、夫が例の会議室を予約してるのを見つけたんだ。確かめるのは怖かったけど、行くしかないと思った。疑惑は早めに解消すべき。人気のない薄暗い通路には、会議室の窓から漏れた光が見えていた。窓って言っても天井の近くにあるやつ。通路には他の会議室もあって、使用中もいくつかあったけど、静かなものだった。つまりそれは私が一瞬聞いた声が、相当大きかったってことなんだけど。最初から真相を確認するつもりで、脚立を持ってきてたから。上からそっと覗くと、中には抱き合う夫と英子がいた。今だから笑い話だけど、その時はショックで、泣きながら証拠写真を撮った。よく耐えたね。私ならその場で乗り込んでるかも。妻が同じ職場なのに、よくそんなことができるよね。ということは残業は嘘だったわけね。ブラックなのは会社じゃなくて夫じゃん。ちなみになんで部署が違うのに、私がすぐ栄子を認識できたかというと、夫が栄子と同じ案件を担当していて、家で仕事の話になるとよく耳にしていた。それに同僚ってことで、私たちの結婚式にも呼んでいたから。浮気確定してからは、外でも会ってるんだろうと思って、更新所にも依頼したけど、意外にも特に情報は得られず。つまりそういうプレイがお好きと。社内は自分で調べるしかないから、それからも何度か見たくもない行為を、見に通ったんだ。今度は映像と音声を取るために。そんな私の涙ぐましい努力で分かったことは、少なくとも夫と英子は1年前から関係を持っていた。ほぼ毎週水曜に会議室を予約。交尾も同じ回数。回数多すぎ。英子の名前を頻繁に聞くようになったのは、ほんの数ヶ月くらいだったから。浮気も最近だと思ってたら、1年前からって知った時は、ショックで過呼吸になった。私が鈍感すぎたのだろう。逆になんで1年も気づかなかったのか不思議。浮気してる奴らが悪いんだから、鈍感も何もないよ。一致は夫とレスだったわけ？結婚前から夫は残業が多くて、結婚してからも違和感とかなかった。家事も朝は夫、夜は私って感じで、担当分けてたし、結婚生活は充実してたんだ。夜も普通にしてた。頻度もお互い忙しい割にはある方だったと思う。夫から誘われることもあったし、私からの時も、無理に付き合われたことはなかったと思う。今となっては自信はないけど、
浮気の証拠集めといえば、夫がお風呂に入ってる間の、スマホチェックは定番だよね。社外で会ってないとしても、メッセージのやり取りはしてるはずだと思って、確認したらビンゴ。今日も良かったよ。次が待ち遠しいな。大好きだよ。そっちの離婚っていつ頃？俺はいつでも大丈夫だよ。A 子に似合ういいもの買っちゃった。早く来てほしいな。自分の夫ながらキモい。内容はまあよくある浮気夫って感じ。てか A 子も既婚者かよ。A 子のどこが良かったのかな？顔？数年前にそんなドラマが流行ったな。ドラマは許せても、現実の世界は無理。ただただキモいだけ。A 子は私と同じ歳で、認めたくないけど私より可愛い。性格も私と違って可愛らしいし、モテるだろうなって思う。浮気は会議室で起こってるんだ。人気ドラマの名セリフ、逆バージョン。ここまでもかなりきついけど、録音した音声を聞いて、悔し涙を流したこともある。一応なんて言ってたか書くと。本当に離婚するんだよね。するってば、夫がごねてるんだ。俺は早く A 子と一緒になりたい。でも、イッチは俺が離婚するって言ったら、ショックで仕事辞めて寝込んじゃうかもな。イッチさんってそんな感じなの？じゃあ離婚したらヤバいんじゃない？大丈夫だよ。俺としては、別れた嫁には辞めてもらった方が、気まずくなくていいからね。こんな感じ。誰が辞めるか。二人とも私のこと見下しすぎ。好意見るのは悲しくも若干慣れてたんだけど、陰口はマジできつい。聞いた時外だったんだけど、過呼吸再発しちゃったから。救急車を呼んでもらった。救急車の中で、夫には連絡しないでください。って懇願したのはいい思い出だよ。笑い話風に書いてるけど、この一気かなり頑張ってる。陰口きついよな。俺も職場でやられたことあるからわかるよ。そんなやつこっちから別れてやればいいよ。一秒でも早くそいつらのこと忘れて、幸せになってほしい。ありがとう。まあ今は笑い話だから。夫のこと大好きだったし、自慢の夫だったんだけど、会議室で盛る夫を見て、もう人とは思えなくなってた。離婚は確定。向こうもそれを望んでるんだし、100年の恋も冷めるってこういうことなんだなぁと。身をもって知ったよ。びっくりするぐらい夫に何も感じなくなってた。私が浮気の証拠を集めてたのは、離婚のためだけじゃない。二人の行為はしっかり告発しないとダメでしょ？復讐するよ。盛大に。うちの会社には、姿見4枚分くらいの大きな鏡が、壁に取り付けられている部屋がいくつかある。そのうちの一つが例の会議室で、私はその鏡をマジックミラーに変えることにした。浮気現場目撃から一転、悲しみを乗り越えて、夫に復讐することを決めたイッチ。その方法はまさかのマジックミラー。イッチの復讐計画が始まる。でもさ、社員が会議室を改造するなんて、不可能なんじゃない？私には秘策があった。それは社長だ。登山が趣味だった私は、独身時代は休日の度に山へ出かけていた。一度遠方の有名な山へ出かけた時に、めちゃくちゃ仲良くなった登山仲間がいたんだ。年上の女性でくろうとっぽいなぁと思って、私から声をかけたんだけど、近くで見たら社長とすごい似てたから、他人の空似かと思ったらまさかのご本人。そんなわけで私と社長は仕事を除けば、ただの登山仲間なのだ。ちなみに夫は私と社長の仲を知らない。じゃないと社内で浮気はしないよね。結婚してからは家庭の時間が最優先だったから、山登りの誘いも断ってたんだ。二人で飲みには行ってたから、仲はいいままだったけど。だから数年ぶりに道具を引っ張り出して、社長を登山に誘ってみた。幸いにも社長は快諾してくれた。書いてて思ったけど私自己中すぎだね。結婚した途端付き合い悪くなって、浮気されたからって泣きつくとか。もちろんこの復讐で、社長から絶縁されてもいいくらいの。覚悟はあったけどさ。夫は、いつも俺の予定に合わせてくれてるし、たまには趣味を楽しんできなよ。と、笑顔で送り出してくれた。まあ、私のいない間に A 子と連絡でも取るのだろう。社長も家族を大切にしたい気持ちは、わかってくれてると思うけどな。浮気が判明した時点で、信用度ゼロだからね。社長と二人で登山か。絶対無理。そうだよね。私も趣味が一緒じゃなかったら、社長と未だに仲良くなれてなかったと思う。久々の山登りは楽しすぎて、社長から聞かれるまで目的も忘れて楽しんでいた。もしかして夫さんと何かあった？実はそうなんです。こんなことで社長を誘ってしまって、申し訳ないんですけど、私は今イッチさんの友人として、ここにいるんだから何でも相談して。
まさか私が夫の浮気を公にさらすために、会社を改造したいと思ってるとは。想像もしていないだろう。実は夫が浮気してるっぽいんですけど、相手が同じ部署の人っぽくて。え？社長はてっきり夫婦喧嘩とかの、相談だと思ってたようで。ものすごくびっくりしてた。とりあえず私は、ことは社内で起こっているから自分では証拠がつかみにくいことを説明。メッセージでの会話を見ればバレバレだけど、言い逃れできない証拠を揃えたいことを伝えた。社長は社員の素行調査を行うことを約束してくれた上で、離婚の時は、いい弁護士を紹介するとも言ってくれた。そして次が最も重要。会議室にマジックミラーを設置してもらう交渉に踏み込んだ。夫のこととは別に仕事の話になるんですけど、会議室に大きな鏡がついてる部屋がありますよね。最近あの鏡をマジックミラーに変えて、中の様子が見えるようにしたらどうかという、提案が出てるんです。変えたらどういう利点があるの？商品の試験ユーザーを招くことがありますが、調査員が見てる前だとどうしても、マニュアルに忠実になっちゃうと思うんです。もちろんマニュアルに沿って使ってもらうのが、一番いいですけど、ユーザーによってはこちらが想定してない動きを、されることもありますよね。なのでより自然な動きを記録できるように、インタビュールームとして、活用してはどうかと思うんです。社長は静かに私の話を聞いて、しばらく考え込む。私は真剣な姿勢を崩さなかった。社長は、インタビュールームは、私もあったらいいなと思う。あの鏡も使用時の姿を確認するためのものだし、改装する動機もメリットも十分ね。一度だけしか聞かないわ。一輝さんがその部屋の改造を希望する理由は、本当にそれだけなのね。社長が私の目を見つめ返す。この人に嘘はつけない。いや、ついちゃいけないと思った。私は嘘をついたことを謝り、これまでに集めた証拠や、計画している復讐のことをすべて話した。陰湿な奴だと軽蔑されるかもしれないし、社会人として怒られるかもしれない。でも社長の反応は意外にも優しかった。もし夫君たちの行いが公になったら、あなたも噂の渦中に入ることになるのよ。あなたはうちの大切な社員だし、何よりかけがえのない友人なのよ。だから、社内に居場所がなくなるようなことは、してほしくないんだけど、それでも復讐したい？したいです。社長めちゃめちゃいい人やん。一気、復讐するなら腹くくれよ。復讐が終わっても、仕事辞めるんじゃないぞ。自分の計画を社長に打ち明けた一気。聡明な社長からは、復讐への最後の選択を迫られるが、すでに覚悟を決めていた一致は、迷わず実行する道を選んだ。社長との交渉が成功し、計画はいよいよ実行されることになった。業者とのスケジュールや、社長も自分の目で確かめたいとのことで、改装工事は一月後、工事は休日を中心に進められた。私は社長から言われて、夫の部署の部長と人事部長宛てに、インタビュールームのプレ公開案内を送った。あとは A 子の旦那さんに、A 子が浮気してるってことをバラすために、二人が出張に行ったタイミングで、直接お宅を訪問した。電話でもよかったけど、結婚式の招待名簿には、A 子本人の携帯番号しか載ってなかったのだ。チャイムを鳴らすとインターホンから、旦那さんらしき声がして、事情を簡単に説明すると、自分も同席したいとのことだったので、時間と場所を伝えた。待ちに待った水曜日、夫と A 子は前日の夜に、それぞれ直帰している。インタビュールームも問い会議室は、夜のうちに確認済み。隣の会議室がマジックミラーで繋がっているので、会議室のみを使っている限り、部屋の構造が変わっていることはわからない。この時私は部屋のある部分が変わっていることに気づいたんだけど、それは後ほど書くことにする。隣の会議室はプレ公開前なので、当然他の社員もまだ使えないようになっていた。出張で3日空いてないし、水曜日だから、今日の講義はほぼ確実ではあったものの、心配性なので念のために確認すると、夫がきっちりいつもの時間で予約を入れていた。ここまで来たら応援するしかない。本当は何もないのが平和なんだが、一気のためにもしてくれ。講義を応援するすれも珍しい。定時を過ぎ、社員の大半は帰宅。決算組はまだ結構残ってるけど、廊下はすでに暗い。なんとなく、最初に講義を目の当たりにした日を思い出した。あの時差し入れなんか持ってかなきゃ、何も知らないまま、幸せに浸ってたんだろう。社長たちと合流する前に、私は A 子の旦那さんに連絡をした。私からの突然の訪問と告発だったから、もっと暗くなっているかと思ったけど、表情もしっかりしていて、この人なら大丈夫そうだと思った。部長たちには試験ユーザーとして来てもらった、社員のご家族ということで A 子の旦那さんを紹介して、いよいよ公開処刑がスタートする。
会議室はすでに夫たちが使っているので、光が漏れている。隣で2名の社員が準備をしております。試験ユーザー様はこちらで皆さんは中へどうぞ。ドアは開けたまま A 子の旦那さんを、部屋の外で待機させて、社長たちを中に誘導した。マジックミラー部分にはカーテンがかかっており、私は、ちょっと開けてみますね。と、言いながら、そのカーテンを思い切り引いた。ガラスの向こうでは夫が思いっきり腰を振っていて、想像以上に地獄絵図。しかも鏡を見ながらやってるのか、こっち見てたし、中がざわついたから。A 子の旦那さんも急いで見に来たんだけど、睨みつけるように二人を見てたのが、私的にはすごく怖かった。部長たちは、あいつら何やってるんだ。ここをどこだと思ってる。と、腹を立てて、今にも乱入しそうだった。社長が止めてたから行かなかったけど、マジでやってるとはね。心の中ではガッツポーズしてたけどさ。私の夫、頭を花畑すぎ。A 子もだけど、いつもの場所だからこそ、二人は油断しきって気づかなかったみたいだけど、実は鏡がある方の壁に、スピーカーが新設されていた。社長に音声を流す許可をもらって、私は内線電話をかけた。もしもし？警備室ですか？隣の会議室から悲鳴のような声がしてて、今すぐ第3会議室まで来てください。もちろん、私が内線電話をかけた声は、隣の第3会議室に丸聞こえ状態だ。社長は私と A 子の旦那さんを待機させ、部長たちと第3会議室へ。慌てて、服を整える二人。その姿もマジックミラー越しにバッチリ見えていた。A 子の旦那さんが隣にいるから、笑いはしなかったけど、一人だったら爆笑してたかも。どういうことか説明してもらおうか？あ、これは、説明できないようなことを社内でするな。声が丸聞こえだったわよ。ちなみに声が丸聞こえっていうのは、多分社長のブラフ。実際はバッチリ聞こえてたから、嘘ではないんだけど、夫たちはまだ隠し通すつもりだったから、効果的面で動揺してた。夫情けねえ。交尾成功おめでとう。あ、間違えた。復讐成功おめでとうだった。A 子の夫も辛いだろうな。これからどうするつもりなんだろう。社長と部長たちから、鏡の向こうで全部見てたことを明かされ、二人はうつむいたまま黙って話を聞いていた。社長の合図で私と A 子の旦那さんが呼ばれ、会議室に入ると、夫は私をちらっとだけ見て再びうつむき、A 子は自分の旦那を見て号泣した。私たちから先に話していいと言われたけど、A 子を睨み続ける旦那さんに、話しかけるのは怖いので、私から話をつけることにした。ずっと騙してたのね。夫、沈黙。あなたのストーリーでは、私は会社を辞めて寝込むんだっけ？それは。私に二人の会話を聞かれていたことを知り、夫は言葉を失っていた。離婚しましょう。イッチ。夫くんが先に言い出したことよ。イッチ。他にも証拠を大量に持ってるから。と言って、スマホから証拠の写真を見せる。これ俺じゃないよ。はっきり夫くんの顔が写ってるでしょ？違うよ。俺じゃない。俺こんな服持ってないし。バン。大きな音がした方を見ると、A 子の旦那さんがテーブルを思いっきり叩いて、夫のことを睨みつけていた。これ以上醜態を晒すつもりなら、お前をぶっ飛ばす。A 子も夫も、A 子の旦那の剣幕にビビりまくっていた。A 子さん、あなたは何か言うことないの？と、社長が A 子に声をかけると、A 子は涙をボロボロとこぼしながら、すみませんでした。と、謝罪した。それは誰に対して？旦那と皆さんに。A 子はおえつを漏らしながら泣き始めた。A 子の旦那さんは瞬きもせず、ただただ冷酷な目で彼を見てたよ。その日は結局話にならないので、今後は弁護士を通して話すことになった。夫と A 子は実家、A 子の旦那さんは自宅、それぞれ帰っていった。夫の悪あがきに笑った。泥沼すぎて笑える。二人の末路が気になってしゃあないわ。翌日は二人とも休みだった。社内ではすでに私たちの一件が噂になっていた。さすがにマジックミラーで復讐したことまでは、バレてなかったけど、私と夫が離婚するって話にはなってたみたい。噂嫌いの私の同僚が珍しく、情報集めて心配してくれてた。警備員を呼んだから、異変に気づいた社員が、揉めてるっぽいぞってことで広まったらしい。夫の荷物は土日に全部、夫の実家へ着払いで送ってやった。驚いたことに乙女は、夫から何も聞いてなかったらしく、荷物が届いてすぐに怒りの突然されたけど、事情を説明したら家まで来て、土下座する勢いで謝られた。その後弁護士さんに入ってもらって、私と夫は無事離婚。双方から慰謝料も支払ってもらったけど、思ったよりやることがいっぱいあって大変だった。
夫が浮気に至った経緯としては、夫が飲み会で悪酔いしたことがあったらしく、その時、A 子が優しく解放してくれたんだとか。それまではただの同僚としてしか見てなかったのに、そのことがきっかけで気になりだし、A 子自身も旦那とすれ違い気味だったことから、お互い惹かれ合ってしまったという流れ。私だってその時、車で迎えに行ったのに、仕事は噂のせいで針のむしろ状態だったらしい。引き継ぎだけ済ませたら、二人とも即日退職。A 子のその後は知らないが、風の噂では離婚したとか。ちなみに社長とは、絶縁どころか前より仲良くなった気がする。山登りもまた行けるようになったし、社長はできれば、私に復讐してほしくないと思ってたみたいだけど、興信所からの社内調査結果と、実際の講義を目にして気が変わったそう。ちなみに例の会議室は、今もインタビュールームとして使われてる。実際に利用されるようになるまで、しばらく入れなかったから、本当に消毒したのかも。とりあえず心に傷は負ったものの、私は夫との縁が切れたし、復讐もできてすっきりしてるよ。おつ、なかなか面白かった。マジックミラーなんて目にすることないけど、見たら絶対笑ってまう。今回は、夫に浮気されたイッチが、社長を巻き込んで夫と浮気相手に、会心の復讐を食らわすお話でした。もしもあなたにイッチのような夫がいて、今回のようなトラブルを抱えていたらどうしますか？コメントにて教えてくださいね。それでは今回はご視聴ありがとうございました。ちなみに、初心者におすすめする日本百名山を調べてみたところ、第1位は、富山県の飛騨山脈北部にある、立山でした。